マミヤ聖吉マミヤ聖吉2月1日から1981年6月16日は、日本の農業経営者、政治家、衆議院議員、岐阜県鴨茂郡田原村長、旧姓、日々の、岐阜県鴨茂郡古い村で、日々の主芸一の次男として生まれ、8歳で、マミヤ直郎の養子となる、岐阜県立農林学校を経て、1920年、 上田三氏専門学校を卒業。卒業後横浜に出てあの上校紹介に勤務。2年後、一年志願兵として、名古屋矢宝兵第三連隊に入隊し、1924年7月、法兵将尉に任官して退役。その後、名古屋の帝国政権乾燥機製作所に勤務した。1926年に帰郷し、田原村信用組合専務理事に就任。 1932年、田原村条約に転じた。1934年1月、田原村長に就任。その他、岐阜県会議員、同参事会員、全国組合制止組合評議員、岐阜県県下協定委員、同農事委員、岐阜県信用購買組合連合会理事、組合制しながら社選無理事、体制翼3会岐阜県支部署務部長、 岐阜県翼山総年団副団長などを務めた。1942年4月、第21回衆議院議員総選挙で、翼山政治体制協議会の推薦を受け、岐阜県第三区から出馬して当選。翼山政治会政調大党は、農林県務委員を務めた。臨時召集を受け1943年12月22日に、議員を退職し、中国大陸に出征した。 終戦後、1945年12月18日の衆議院解散までに帰還できなかったため、議員に復職できなかった。その後、体制翼3回の推薦議員のため公職追放となった。ありがとうございます。